マダニが刺さってます。これかやば、マジでガッテリ刺さってる。 Yeah, we can get that one out, Quill. 回してる。おはようございます、虫岡です。今ちょっとオーストラリアで寝てたんですけれども、緊急事態が起きました。虫岡こう寝ててですね、頭かゆいなと思ってポリポリってやったら、すげえ硬いもんに当たりましてですね、元さんに見てもらったらマダニが刺さってます。これはちょっとヤバくてですね、まあ日本でもそうなんですけれども、マダニはですね、いろいろと病気を持っていることがありまして、重症熱性血小板減少症候群っていうのがあって、それにかかると噛まれてから1週間2週間で発熱とか嘔吐っていう症状が出てきて、最悪の場合死ぬらしいっす。で、画像出るかなと思います。こんな感じ触ってました。マジでガッツリ触ってます。俺が寝て2時間ぐらいで起きてかゆいので気づいたので、まあ、おそらく刺されてそんなに時間は経ってないと思うんですよ。ただ元さんといろいろと調べてたんですけれども、刺されたら早急に抜くというのが大事ではなくて、ダニを無理に引っ張るとダニの口が切れて皮膚の中に残るらしいんですよ。だからいかにそれを残さないように抜くかっていうのが大事みたいです。で、上手い人はピンセットとかで抜いたりするらしいんですけども、まあ、素人がピンセットで引っ張って口が残るっていうこともよくあるみたいなんで、できたら病院に行った方がいいと言われてます。どっちにしろ今ピンセットがなくて、あと1時間で皮膚科が開くらしいんで、それまで待とうかみたいな話になりました。率直に言うと最悪、テンション爆下がりです。この動画が上がってる頃にはもしかしたら大丈夫なのかな、それともマダニに噛まれて感染症になって大変なことになりましたみたいな動画に仕上がってるのか。いやマジでね、痛いのよ。めっちゃズキズキすんの今も。だから今日本当は9時まで寝て、まあ10時にチェックアウトしましょうみたいな感じあって、もう夜中までライトトラップしてたから、みんな多分まだ2時間ぐらいしか寝なくて、申し訳ない気持ちで元さんを起こしに行きました。朝から空いてる薬局があるみたいなんで、すいません元さん2時間ぐらいしか寝てないのに。しょうがないよね。お願いします。行きましょう。薬局到着しました。痛えマジで。 And as soon as it comes off, it'll be better, like you won't continue to get sick because the poison will come off with it. Yeah. Yeah. Okay. Thank you. Okay. Thank you. One does a couple of turns. 頭が残ったらもう間違いなく病院で、頭が抜けずに綺麗に抜けたら病院に行かなくてもいいけど、何日か経って3日後から2週間ですね。ぐらい経って発症したりするから、そしたら病院って言ってた。この抜いたダニもちゃんと持ち帰りましょう。あ、そうね。あ、持ち帰っていいかな、オーストラリア。ダメやから写真バシバシ撮っとかないとね。あ、そうですね。リムーブするところ動画撮る。撮れたらですけど、できるだけリムーブに集中してください。てなわけでホテルに帰ってきたんで、これでダニを撮ろう。お前さん、マジつぶさん撮ってください、俺の頭。気をつけます。いやいや、怖っ。凍結させるんじゃない？全然腫れてないから、ダニも幹部も。多分噛まれてすぐなんだ。あ、そういうこと。はいはい、あ。おー、きれいきれいきれい。あ、ちゃんと模様まで。これか。やば、マジでガッテリ刺さってんじゃん。ちょっとだけ腫れてるね。痛いんすよね。ズキズキ。まだ生きてます？生きてんじゃないかな。ちょっと腫れが進行してるから。じゃあ、このティックオフっていうメディフリーズって、なんか凍結させるんかな、なんか薬を噴射するダニ専用の器具を当ててやってみます。センチぐらい離して3回ダニに向けて発射します。1、2、3。うわー、熱っ熱っ。冷た、どっち？凍った。もしダニが取れた場合は速やかにダニを捨ててくださいですって。説明書になんかダニの種類が書いてるんですけども、おそらく虫岡の頭についてるのもこれっすね。見た目がまず似てますね、かなり。イクソデスホロサイクルス。この文章を和訳すると、オーストラリアにはたくさんの種類のダニがいるが、人間を吸血する最も一般的なダニがこのイクソデスホロサイクルスと記載されています。このダニはオーストラリアには数年生息しており、春から初夏にかけて最も繁殖します。オスの成虫はほとんど吸血せず、メスの成虫は産卵前に吸血し、その吸血部分は頭部や耳後部が最も多いそうです。メスの成虫の唾液腺に神経毒が最も多量に存在し、マダニ麻痺症を最も引き起こしやすいダニの
のようです。帰国後ネットで調べてみたところ、このダニによって深刻な症状が現れた例を見つけました。平成12年1月にオーストラリアに旅行した35歳の女性が旅行中にダニに噛まれていたことが判明し、帰国後に病院で処置をしました。ダニと共に周りの皮膚組織なども切除したようですが、数日後指先のしびれと顔面神経麻痺が出現したため入院することになりました。その後1ヶ月で症状は完全に消失したようですが、子供が同じ症状を発症した場合は重症化して死亡する例もあるとのことです。オーストラリアでは近年ダニによる被害が増えているので、旅行予定のある方は本当に気をつけてください。薬を噴射してから5分以上経ちましたけれども、ダニが取れないので、まあ、おそらく死んでるんだとは思うんですけど、死んでても抜けないとどうしようもないのでね、ピンセットか病院かみたいな感じです今。キランダメディカルセンターにやってきました。おそらく頭についたダニは死んだので、もうここで取ってもらいます。問診票全部英語やねんけど。種唾液 Can you head? Look at all that hair. Here. Oh yeah, that's a good one to get. Yeah, we can get that one out well. Okay. Oh, okay. Oh. あ、なんか専用の器具みたいなのあるんだ。あるある。これ、何されるので、ダニ取り、お、回してる。痛い。Thank you. Nice big kettle tick, so it's not a yucky one. There you go. Thank you. Show me again. When did the tick bite? There it is. Today. Today? In his bed. Okay. Like the lump? Yep, there we go. All right. Thank you. Yeah. Do you want it? Yes. Yes. It's mine. If you get a little bit of cool or headache, or muscle aches and pains, you need to come back and see a doctor, okay? Okay. Otherwise, you should be fine. I like it. てなわけでキュランダメディカルセンターにてダニ抜いてもらいました。専用の器具で引っ張ってる時、マジでなんか刺さってるものが抜けるチクチクした痛みはすげえありました。だから結構深くグサッと刺さってたんやなと思います。一応大丈夫な種類だよみたいな感じやったんで、ひどい病気になったりはないとは思うんですけれども、日本帰ってちょっと症状出たら病院行けよとは言われたので、経過を見たいなと思います。いくらかかりました？5000円かかりました。5000円。50ドルぐらい。50ドルですね。まあ、オーストラリアはダニがねすげえ多いらしいので、こういう病院でもダニ専用の器具とかがあったんですよね。皆様もダニに噛まれたら病院に行ってください。てなわけでこちらが俺の頭から取れたダニ。なんかサワガニみたいやな。丁寧な容器に入れてもらってさ、日本へのいいお土産ができたね、ハッハーみたいな言われましたけど、オーストラリアからはね、もう生き物とか生き物の死骸とかそういったものを一切持ち出してはいけないので、オーストラリアに捨てていきます。じゃあな、ダニ。やばいね、この口。めっちゃ尖ってるやん。これが俺の頭に刺さってたわけでしょ。こんなちっちゃい針やのに、俺頭刺さったのめっちゃ痛かったからね。抜くときも超痛かった。怖えな、ダニ。草むらとかね、森入るときは、ちゃんと虫除け振って、長袖長ズボン、首元にはタオル巻いて帽子かぶって、入るようにしてください。あら、わらびーちゃん、こんにちは。何してんの、人んちの庭で。かわいいね、あなた。お前、ちょっと待て。お前、花の頭にダニついてるやんけ。近寄るな、俺はダニを取ったとこや。ああ。